皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮 T&S 整体院代表の鈴木達也です。今日はですね、宇都宮で座骨神経痛の症状でお困りの患者さんに動画を撮らせていただければと思います。そもそも座骨神経痛ってどういう症状なのかっていうと、まあ主に腰の痛み、お尻の痛みなんですが、同じ動作、例えばずっと座りっぱなしだとか、あとは立ちっぱなしの家事の仕事ですね、家事だとか仕事で立ちっぱなしだとか、あとは歩きっぱなし、歩き続けていたりすると、お尻から膝裏もしくはかかとにかけてしびれが出る、痛みが出るっていったような症状になります。で、こういった座骨神経痛の患者さん実際多く来院されてるんですが、座骨神経痛って大きく2種類に分けられるんですね。その2種類っていうのが、まず1つ目は骨が原因、骨に何かしら異常があって座骨神経痛っていうものが起こってしまっているケースです。これは例えば交通事故だとか、あとは何か強い衝撃を受けた時だとか、骨が何かしらこう圧縮されるような圧が加わった時に骨同士がこう狭まってしまって、骨が神経を圧迫することによって座骨神経痛が起こってくるっていうものが、骨由来の座骨神経痛になります。で、整形外科でレントゲンを取ったりだとか、まあ、検査をして、説明されるのが主な、整形外科でレントゲンだとか、画像を取ったりして診断を受けるのが大体この骨由来の座骨神経痛っていうような説明を受けるんですが、実は骨由来の座骨神経痛だけではなくて、もう一つ筋肉由来の座骨神経痛ってものもあるんですね。それはどういったことかっていうと、筋肉のバランス悪化によって骨が引っ張られることによって、筋肉に引っ張られた骨がこう狭まってくる。骨が狭まってるんじゃなくて、筋肉が引っ張るから骨が狭まってるっていうような状態ですね。もしくは筋肉自体が少し硬くなって肥大することによって周りの神経を圧迫、神経血管を圧迫することによって座骨神経痛のような症状が出ているという筋肉由来の座骨神経痛というものがあります。当院を受診される患者さんも、最初は座骨神経痛、整形外科で手術しかないよと言われただとか、コルセットだとかリハビリだとか、いろいろ試してきたけど治らないといったような症状の話を聞かせてもらうと、実は筋肉由来の座骨神経痛って方がとても多くいらっしゃいます。で、実際私が、座骨神経痛の症状を筋肉か骨かで分けるときに、患者さんに聞かせてもらっている質問があるので、実際この動画を見られている、この動画の前のあなたも、自分の症状と照らし合わせて考えてみてください。まず一つ目は、普段の生活の中で朝と夜、もしくは朝と昼、朝の方が寝起きがすごく痛みしびれが強いんだけども、お昼夜になると朝と比べたら痛みが下がってくるパターンだとか、逆に朝一番はそこまでしびれや痛みは強くないけども、仕事をしたりだとかお勝手仕事をしたりとか、夜にかけて徐々に痛みが蓄積されるように痛みが出てくるような、朝と夜で痛みに変化がある場合ですね。で、次2つ目は、お風呂入られる時に、まあ、もし湯船に浸かるんであれば、もしくはまあ銭湯だとか温泉に行かれた時に、お風呂に入る前と比べてお風呂に入っている時、もしくは入浴後の方が自分のしびれや痛みに対する恐怖心っていうのが薄れていたりだとか、実際痛みを忘れているケース。3つ目っていうのが、例えば座っている状態から立ち上がる際、もしくは歩き出しだとか、何か動作をスタート、動き始めですね、スタートするときに痛みがドーンと出るんだけども、例えばその動作を続けてあげると、例えば歩き出し1歩目2歩目は痛いんだけども、7歩目とか8歩目ぐらいになると痛みはスッと落ち着くだとか、そういうふうに立ち上がる際は痛いんだけども、立ってしまえば痛くないだとか、何か動き始めが痛いというようなケースですね。この3つの症状のどれかに当てはまるケースっていうのは、実は筋肉由来の座骨神経痛の可能性がとても高いです。なぜその3つの、質問に当てはまる場合が筋肉由来の可能性が高いと言えるかというと、もし整形外科さんの方で言われたレントゲンを見せられた時のように、骨が潰れているのが直接的なあなたの座骨神経痛の原因だとしたら、
潰れてるものはずっと潰れてるわけなので、一日中その座骨神経痛のしびれや痛みっていうのが一定量であり続けるのが一般的な症状なんですね。本当に骨由来の座骨神経痛の患者さんはそういったような所見が見られます。ただ朝は楽だけど夜はしんどいだとか、寝起きは辛いんだけども少し体を動かしていくと徐々に楽になっていくっていうのは一日の波がありますよね。こういうふうに波がある方っていうのは、例えばじゃあお風呂に入ることによって少し痛み恐怖心が薄れるのであれば、お風呂に入ったら潰れた骨が広がるのかっていうような考え方をするんです。実際骨ってそんな簡単に広がらないです。なのに症状が改善方向もしくは減少方向に向かっているっていうことは、お風呂に入って変化するものがあなたの真犯人の原因ですよねというような見方をできます。なのでその場合だと骨と筋肉で考えたときに、お風呂に入る温めるという動作を加えてあげて変化をするのは筋肉なので、筋肉への可能性が強いんじゃないかと。実際当院に来院された整形外科で手術を促された患者さんにもこういったようなお話をさせていただいて、まずその筋肉がどういった状態に悪いのか、筋肉が硬くなっているときに悪いんだよねと。でこの硬くなっているときに悪いんだよ、じゃあ緩めましょうっていうような簡単な話ではなくて、そもそもなんで硬くなっていったのかっていうところを、患者さんから普段の動作だとか今まで痛みが出ていた起用歴だとか、あとはどういったような動きをしていると痛みが強くなるかとかを分析させてもらって、歩行動作歩き方を見させてもらって、その上であなたはこういう行動を知らず知らず積み重ねてるから硬さが定着して今の痛みが出てくるぐらいまで硬さが癖付けされてしまったんだよというところを、実際僕の院では、患者様にお伝えさせていただいてます。するとですね、今までは例えば病院に行って注射を打ってもらおう、湿布薬や、痛み止めをもらおう、コルセットを巻こうだとかリハビリを受けよう、何かこうしてもらおう、やってればいいやっていう状態だったんですけど、しっかり自分の症状に向き合って、で僕もしっかり説明をさせてもらうので、患者さん自身もなんで自分が悪くなったのかというところをしっかり把握できるんですね。そうするとじゃあこれをやって悪くなったんだっていうのが分かれば、普段の生活でそれをやらないように気をつけますよね。そうすることで無意識に悪いことをしないような生活になってくるんです。そうすると悪いことをしないから負担の原因がなくなって症状がなくなってくる、筋肉の硬さが緩んでくる、それに伴って僕の施術の効果も合わせてあげるとさらに拍車がかかって体に変化が見えてくるような形になります。もし今まで何件も整形外科、整骨院、整体院回って改善されないという患者さんは、きっとですね、何が私の体に合ってるんだろうっていうことでいろんな治療にこう巡っていて、その都度その都度いろんな治療をしていただいたと思うんですけど、その時は良くなったかもしれないです。ただ考えてもらうと、よくうちの患者さんでいるのは、その時はいいんだけども数日経つ戻ってしまう、もしくは当日に戻ってしまう。それはなぜかっていうと、実はその時良くなったってことは実際その治療で効果は出てるんですよ、変化してるわけだから。ただ戻ってしまうっていうことは何かしらあなたの日常動作の中で戻るような負荷のかかるような動きが隠れてるはずなんですね。そこをしっかり理解してあげることが一番大切です。なのでまず今、この動画をご覧のあなたが考えなくちゃいけないことっていうのは、私の体にはどんな治療が合うんだろうなっていうものより先に、私のその悪くなってる原因は何なんだろうなっていう、その自分のその悪くしてる穴ですね、そこをしっかり塞いであげるっていうことがあなたが改善する一番の近道になります。もし宇都宮で、座骨神経痛でお困りの方で、整形外科で手術を促されているような方がいらっしゃいましたら、一度私のところで、その骨由来か筋肉由来か、じゃああなたの症状は改善方向へ、向かっていけるのかどうかで、あなたの原因は何かというところも、しっかりご説明させていただければと思いますので、この動画を、ご覧の座骨神経痛の患者様は、もう諦めて手術をするのではなく、手術は最後の砦です。その前に一度私に見させていただければと思います。本日は宇都宮で座骨神経痛でお困りの患者様に向けて、当院から動画の方を送らせていただきました。本日はこのぐらいで、さよなら。